こんにちは、きょうチャンネルです。今日は新企画、島村で見つけたいいもの3選を紹介します。はい、ということでね、今回はですね、島村で見つけたいいもの3選ということで、久しぶりにね、島村に行ってちょっといろんなものを見てみたんですけど、かなりね、いいものがありましたので、そちらをね、皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、島村っていうとやっぱりね、女性の服のイメージが強い方もね、多いと思うんですが、コスパがいいアイテムとか、いろんなモデルの方とかインフルエンサーの方と、コラボの商品を多く発売しているのは知っていたんですけども、男性の方はね、商品自体もちょっといまいちの商品が多くて、よくわからない柄とかね、ロゴとかがついてるようなアイテムが多くて、靴下とかを買うぐらいで、実際ね、服を買うっていうところには至ってなかったんですけども、久しぶりにね、今行ってみると、男性の方もですね、こういう、インフルエンサーの方とのコラボであったりとか、結構素材とか質感、そういうね、着心地がいいものが多く発売されてましたので、3つセレクトしましたので、今日はね、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、まずはね、1つ目、こちらのですね、クロッシーのオーガニックコットンプラスのロング T シャツです。こういうね、タグがついてまして、クロッシーというブランドの保温性がある、インナーとしてもトップスとしても使えるようなロン T になっています。こちら価格が税抜きで990円で、素材の方がですね、綿が 55%、 ポリエステルが 45% で、こちらもですね、ユニクロでいうエアリズムのコットンオーバーサイズ T シャツとか、表面と裏面で異素材を使っているようなアイテムになります。それがですね、こちらの方は表面が綿で、裏面がポリエステルが使われているんですけど、紐をしているような素材感になります。ですのでね、ほんと着心地もね、柔らかくて、すごくね、肌触りもいいんですよね。こちらの方がですね、保温素材のものが使われてますので、暖かく着用できるようなアイテムです。こういうね、タグがついてるんですけど、商品名がね、書いてないので、こういう商品番号になってます。で、カラーの方は L グレーということなので、ライトグレーの略でしょうね。で、サイズの方は LL サイズを購入してます。で、ここにも書いてあるように、ストレッチ性もありますので、かなりね、ストレッチも効いてますので、着心地自体もね、動きやすくてすごくいいです。で、さらにこちら、抗菌防臭作用、あとね、静電防止作用っていうのもされてますので、これから乾燥する季節になって、静電気もね、やっぱりこう起毛素材だと起こりやすいんですけど、それを抑制してくれるような性能もついてます。このね、見ていただくとわかるんですけど、このライトグレーというこのカラーリングもね、すごくいいんですよね。このクロッシーというアイテムはですね、すごく淡いカラーが多くて、カラーバリエーションもね、全色がどれぐらいあるのかわからないんですけど、今僕が行った時にあったのがオフホワイトであったりとか、グレーとか、そういう中間色のものが多かったの で、そのね、色味もすごく綺麗で、馴染みがいいような色味だったので、その辺はね、ほんとすごくおすすめのカラーリングです。サイズの方はですね、店舗にあったのが M から LL サイズのサイズ展開になってました。島村の方はですね、大きいサイズと売り場が変わってまして、もしかしたらね、大きいサイズ側にもこの商品があったのかもしれないんですけど、僕が行った時にはね、もうこの大きいサイズはなかったので、LL サイズが一番大きいサイズでした。なので、結構大きめに着たい派なので、ワンサイズで、ね、まだ大きくても良かったかなと思います。で、袖の部分はこのリブタイプになってまして、裾の部分はこういうね、スリットが入ってたりとか、もちろんインナーとしても使えるんですけど、トップスとしても使えるようなデザインになってます。で、シルエットもね、すごくね、形は綺麗なので、使い勝手はいいと思います。で、割とね、僕が見ている、商品の中で結構やっぱね、このクロッシーっていう、このブランドですね、これの商品がこう淡い目のカラーであったりとか、素材感であったり、質感がすごくいいものが多くてですね、これちょっと調べてみたんですけど、このクロッシーっていうのは着心地、使い心地、触り心地にこだわった、島村のプライベートブランドでして、多機能なファッションアイテムと、西川布団とかね、そういうメーカーさんなんですけど、と共同企画で寝具であったりとか、複数なアイテムを作ってるようなので、かなりね、このクロッシーってアイテムはおすすめです。
はい、続いて二つ目、こちらのですね、シーズンリーズンコーデュロイパンツになってます。こちらもですね、コラボブランドのアイテムになります。こちらのですね、シーズンリーズンっていうのが女性誌のリンネルとインレットのプロデュースするコラボアイテムでして、ずっと続く優しい暮らしをコンセプトにですね、暮らしを彩る心地よい服と、おしゃれな雑貨アイテムがあるブランドです。かなりね、こうシンプルでナチュラルな着心地がいい商品が多く揃ってるようなブランドです。なのでこれ女性ものでね、いろんなアイテム出てるんですけど、これがね男性もののアイテムにも発売されてるということなんですね。これも価格がですね、以前の価格がおそらく税抜き1790円で、もうセールになってたので、これは1290円になってました。結構まあ時期的なものもあるのかもしれないんですけど、島村のものね、結構いろいろセールかかってて安くなってるものも多かったです。ですので行った時にね、やっぱそういう掘り出し物があるっていうのも、島村の楽しみかなと思います。これもね、見ていただくと分かるように、本当にね、そのコンセプト通りですね、素材感であったり肌触り質感着心地がね、すごくいいようなアイテムになってます。素材の方がポリエステル 94%、 ポリウレタンが 6% ということで、このね、質感見ていただくと本当分かりやすいと思うんですけど、かなりね柔らかい素材で、ストレッチ性もかなり効いてますので、着心地がね抜群にいいんですよね。こちらリラックスウェアとしても使えますし、もちろんねカジュアルウェアとしても全然問題なく使えると思いますので、すごくねおすすめのアイテムです。こちらね、カラーの方はちょっとグレーっぽいようなカラーリングではあるんですけど、こちらが商品タグになってまして、カラーはねこれカーキになってますね。こちらがですね商品番号になってます。でサイズの方は M サイズを購入してます。僕の体格で、M サイズでちょうどいいかなっていうぐらいのサイズ感でした。で、こういうタグもこのアイテムにはついてまして、このモノマックスという、雑誌にも掲載されているアイテムのようです。結構だからね、こう注目度がすごく高いような、ブランドなんですよね、このシーズンリーズンっていうのが。ですのでね、他のアイテムも、これからのアイテムね、すごくね注目、目が離せないようなブランドです。はい、そして3つ目がですね、こちらもですね、クロッシーのオーガニックコットンプラスのスウェットタイプのロング T シャツになってます。こういうリブが入ってたりとか、あとねこの袖の部分もこういった形の、さっきとちょっとね違う形の、リブがついてるような、先ほどよりもね少しだけちょっと厚みがあるようなアイテムになってます。こちら価格の方が税抜き1290円で、素材の方はですね、綿 55% ポリエステル 45% ということで、これも同じようにですね、表と裏で、素材感が違ってまして、裏はねポリエステルの起毛素材の保温性が高いようなアイテムです。ですので、先ほどと同じようにね、こういう、同じ性能がついてまして、ウォームウェアに使えますし、抗菌防臭の作用もついてます。こちらもですね、カラーは、チャコールというカラーの色味になってまして、こちらがね商品番号になってます。サイズの方はね、これ LL サイズを購入してます。こちらはね、初めのクロッシーと同じように M サイズから LL サイズの展開であると思うんですけど、やっぱねもうワンサイズね、これ大きいのが、これに関しては特に良かったかなと思います。このサイズでもね着れないことはなかったので、 LL サイズを購入してます。またね、着用動画の方で参考にしていただきまして、カラーのバリエーションがですね、淡めの中間色のようなカラーが多かったので、これもねすごく使いやすくておすすめの色味になってます。で、今回はチャコールを選んだんですけど、やっぱねこのオフホワイトであったり、先ほどのライトグレーとか、ああいうのもありました。なので、ほんとね好みに合わせてその辺はお使いいただけるかなと思います。はい、こちら173センチ67キロで、この上のですねロンティーの方が、LL サイズを購入してます。で、下のねこのシーズンリーズンの、パンツが、M サイズですね。なので僕の体格で言うと、こっちのねサイズ感がでも全然問題なく着用できます。もう本当にね、これはどっちもね質感がすごくいいんですよね。柔らかいですし、動きやすいで、やっぱりこう肌触りもすごくいいので、この価格でこういう素材感っていうのはあまりないと思うので、おすすめですね。で、なおかつシルエットもねすごく綺麗なので、全然ね問題なく着用できると思います。
はい、こちらがですね、先ほどのスウェットタイプのロング T シャツになります。まあこれもね、もはや今回この紹介するものすべて着用してるんですけど、まあこういうね、重ね着とかもできてすごくいいですよね。でサイズ感はまあこちらで LL サイズなので、割とねこうジャストぐらいなサイズで着用できると思います。なのでまあ僕はね、もう少しこの一番上のねスウェットタイプは大きくても良かったかなと思います。割とこうね、ビッグシルエットで着てもこれすごくね色味も綺麗なのでいいかなと思います。まあこういうねシルエットが好きな方は全然問題なく LL サイズでも着用できると思います。まあ、こういうね重ね着をしてちょっとアクセントつけてあげるのにもこの下のロンティも使えますし、上品な感じのカラーリングなのですごくね使いやすいと思います。これもう全身島村コーデになってるんですけど、まあ、これがね島村に見えないですよね。はい、ということでね、今回はこちらの方でまたコーディネートを組んでますので、そちらの方もご覧ください。ということで今回はですね、こちらの島村で見つけたいいもの3選ということでご紹介させていただきました。本当ね、質感であったりとかこのカラーのバリエーションであったり、あとまあデザイン着心地ですね、まあ、そういったものがありますし、さらにね価格も低価格でコスパ抜群のアイテムが多かったです。ですので、ね、まだまだねこれから、まあ、こういう男性もののアイテムもですね、インフルエンサーさんとのコラボであったりとか、まあ、いろんなねプロデュースしたアイテムが増えていくと思いますので、ぜひね気になった方は島村チェックしていただけたらと思います。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram の方もやってますので、そちらの方もぜひチェックしていただけたらと思います。それではまた次の動画で会いましょう。Wishing for something better, I try to fix things.